じゃあトヨタのライズ今から運転してみたいと思います。ドリンクホルダー2本分って便利そうですね。これはあ、ここにもドリンクホルダードリンクホルダーどこにあるんかなって思ったんや。ここにもドリンクホルダー、これいいな。それとここの小物入れも上に便利そうですよ。この小物入れも、ね、バックモニター、あーなんかハンドルがちっちゃいのはいいんやけど、もうちょっとこの 太さがあるといい感じですね。さあ、ワインディングロードどうでしょう。行きますね、スタート。スムーズ、スムーズ。まあ、実用的なパワーは十分あるんじゃないかな。後ろ乗り心地どうですか。あんまり良くない。あんまり良くない。じゃあやっぱ足振動とかが結構固めなんだよね。運転席はしっかりしとるんだけど、後ろはちょっとあんまりふわふわ。後ろふわふわする感じ。基本2人乗りと思う。ああまあね、物もそんな入らんし。200万円ぐらいの車考えた時に、じゃあ軽のねハイトワゴン買いますか、こっち買いますかったら、こっちの方が絶対いいよね。ボディ構成全然違うし、でそんなに大きくもないし、今から車に乗りますっていう若い人とかね、いいんじゃないかなと思いますね。これは買いでしょう。はい、はい、なヘッドクリアランスすごいね。なんか 1000cc ターボとはいえ、なんかすごいな、あの室内が広いね。作り違う、あのロッキー君と一緒よね。左が全然見えない。今みたいな道だとちょっと視界を見失う。ピラーが太いね、やっぱね。 A ピラーが、うん、シートがしっかりしていて、ああいいね。ここが深いですね。ただスペアタイヤをねオプションにつけたらこんなになるけど、これ広いって言えば広いけど、例えばじゃあ自転車乗せますかあったら、それは無理やね。ここにエアバッグ、ここにエアバッグ。